じゃあ達、今回は、はい、この3回分をね、はい、全部まとめて総合的な形で、お願いします。はい、はい、まあ、タイミングから始まってインサイドアウトというところで、まあ、自分が注意する点であったりここだけはクリアしてほしいっていう点をいろいろ話させてもらったんですけど、もう一回同じことになるかもしれないんですけども、まあ、練習方法であったり ね、まあ、そういったことも踏まえてこの回にしたいなと思います。はい、でさっきタイミングが大事っていうことを言ったんですけれども、とにかくタイミングっていうのはゆっくりつけるようにですね、親指の母指球からゆっくりで、軸足は常に攻めていきながら乗りながら攻めていける軸足ですよね。でこの形とトップに入った時のこの形、だいたいバットでこれ45度ぐらいですかね、そっちから見たら。それがこう入りすぎない、またこっちに入りすぎないですね。ここは必ず気をつけてもらいたいなと思いますし、例えばヘッドがよく入る人っていうのは入れてはいけないと思って初めこういうふうに構えて打つ瞬間にこうやって入るのが一番バット出てこないんです。であれば逆をして初めに入れて今度打ちに行くときに戻すという逆の動きも一回ぜひ取り入れてもらいたいなと思いますし、であとさっきステップが広くなったらいけないということを言ったんですけども、広くなるということは全然乗ってないですよね。でさっきは間の話して今度は打ちに行くときによく割れという言葉で距離を取って割れ、その時にステップした時にこの膝が中に折れていたらもう打ちに行くだけなんですよね。一回この膝が正面を、後ろの膝が正面を向いてから振りに行く、これが割れだと思うんです。右で言うと一回この膝の皿が正面を向いてから振り出す、それがステップついた時にもう中に折れていたら力はボールに伝わらないです。だそこも気をつけてもらいたいですし、こうホームベースがあって、まあ、自分は左バッターですけども、例えば左のアンダースローとか右のアンダースロー、オーバースロー、いろんなタイプのピッチャーいるんですけども、結局試合になれば練習もそうですけども必ずここの上を通過するんですよね、ボールって。それを例えば左ピッチャーになるとなんとなしにこっちから来そうなイメージがあるので、こういうふうに腰が引けたりですね、体が動いてしまったりボールにこう寄っていってしまったりせずにですね、しっかりと構えが1であれば1、2、この形で必ずここ通るので待てるかどうか、これがバッティングで自分は一番大事なところだと思います。で常に力めば力むほどみんな上体でこうボールを飛ばしにかかります。ではなくて大事な場面とかここで打ちたいっていう時っていうのは逆にお腹とか足をしっかり踏ん張って極力上体はリラックスですね。で力むんであれば上じゃなくて下を力んでください。ステップしたここから下はいくら力んでもいいと思います。お腹に力を入れて両足を踏ん張って回転すれば勝手に上がついてきます。それを上体でいくんではなくて力んだ時ほど、大事な時ほど両足を地面をつかむようなイメージで早く回せば勝手に上のスイングが速くなります。そこはチャンスで打つための重要なポイントかなと思いますし、あとは練習方法として家で素振りするときは、まあ、声に出しても出さなくてもいいと思うんですけども、必ずピッチャーをしっかりとイメージして下向いたりね、どこ見てるか分からないようなスイングではなくてしっかりピッチャーを見てタイミングを1、2、3、1、2、3、1、2、3ではなくてですね、この2が長くなるようにですね、1、2、2、2ぐらいでいいですよね、1、2、2、これがためにつながると思うのでぜひこういう素振りをしてもらいたいと思いますし、あと下半身がうまく使えない子どもたちとか、まあ、選手もいるんですけども、
連続ティーで自分はすごくいい練習だと思うんですよね。で初めは連続ティーは少しだけ足を広げて、まあ、10球なら10球、5球なら5球でもいいんですけど、まずしっかりトップに入れてボールを待って打ちます。そしたら必ずしっかりここまで戻すことですね。この動きを連続でやれば下ってこう自然に使わないといけないと思います。でさらになかなか下が使えない人はもう少し足を開いてもっと前に投げてもらう低いボールを、そのボールをピッチャーがよくこっちからこうやってこっちに体重乗して投げる練習と一緒で、前の足から乗して軸足乗して低いボールを打つ練習ですね。これはもう本当に足がしんどいんですけども、これを連続で、まあ、5回なら5回、10回なら10回、こういう練習をぜひしてもらいたいなと思います。では、打撃部門、立浪さんに、4回分という形で、収録させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。